先頭が1番の山本、3番手2番の柴崎、あとは3番の渡り口が後方です。青番の4コーナー、ここで3番の渡り口がゆっくりと上昇開始、前を抑えに行きます。さあゆっくり上がって3番の渡り口先頭に変わりました。山本車を下げて、代わって2番の柴崎が4番手に浮上してまいりました。山本は6番手まで車を下げ切っています。ジャンマイ2コーナーからバックで前後夫人入れ替わりました。後ろから抑えて3番の渡り口、さあこの辺りで主導権、追走が4番の吉松、3番手6番の那須、中段後ろを振り返っているのは2番車の柴崎で、さあ6番手少し縦長な展開となって、残りは400。さあ人気を集めた奈良勢は後方後手に回る苦しい展開となりましたでしょうか。さあ縦長最終の2コーナーからバックストレッチ、山本後手に回っている。さあ4番手から2番の柴崎先にまくっていきました。4番の吉松が止めにかかっていて、あとは外を通って、さあ1番の山本伸びてくるか、4コーナーを回ってくる。番手からは4番の吉松、1番山本届いたか。